こんにちは。うわあ、昨日はどうもありがとうございました。とんでもない。何をおっしゃるんです。あれからどっか傷んだりしませんでしたか？まだまだあんなことぐらいじゃ。ああ、それはよかった。ああ、いいお日和ですね。お散歩ですか？まあ何をしてらっしゃるんです？花を植えてたんです。傷んだ球根ばかりで人様にはお売りできない品ですからおお、花屋さんですか、あなたは。捨ててしまうより植えといてやりゃ、ひょっとして芽を出すかもしれないと思いましてね。あ、手伝いましょう。とんでもない。いや、貸してごらんなさい。どうせ私も暇なんだから。そうですか。じゃあこれ。あ、これお使いくださいまし。あ、どうぞ。恐れ入ります。孫には笑われるんですけど、これが私の道楽みたいなもんでしてね。空襲の時、私はいつも孫と二人でここへ逃げてきたもんです。2日間ってもの、何も食べずにいたことがありました。その時、小さな桜草がしょんぼり咲いてましてね、それを見たら私は急にひもじいさんを思い出しました。むやみと涙が出てきてしょうがなかったもんです。疎開なさらなかったんですか？生まれた時から東京を離れたことがないもんですからね。どうせ死ぬんならやっぱり東京がいいと思って頑張ってました。やっぱり頑固ですな、あんた。私といい勝負だ。戦争が終わってから孫と二人で花屋を始めるようになりましてから、これが私の道楽になってしまいました。結構なことじゃありませんか。どこなんです、お店は？田村町です。近いんですね。息子さんはいらっしゃらないんですか？戦争中に取られました。爆薬の研究をしてましてね、夫婦一緒に。そうですか。じゃあ今は？孫と二人きりでやってます。もう一人いたんですけど、南方で戦死しちゃいましたよ。船が沈んで。おやおや、それはお気の毒でしたな。若い者がさっさと死んで、こんなババアがいつまでも生きてるなんて、なんてこってしょうね。自動車とぶつかっても怪我一つしないんですからね、私は。初めてこの道に赤レンガが敷かれた時は、そりゃ綺麗なもんでしたね。私なんか毎日歩きに来たもんです。外国行ったような気がしましてね。ハイカラだったんですね。そりゃもう今でいや、私なんかでもモダンガールでしたもの、その頃の。私が覚えてるのは米騒動の時ぐらいのもんです。さっぽけなもんだ。雨の日が一番綺麗なんですよ、この道は。